エドガル・ジョエル・バルセナス・エレーラは、パナマコロン出身のプロサッカー選手。サッカーパナマ代表。ジローナ FC 所属。ポジションは MF。地元クラブの CD アラベ・ウニドでプレーを、はじめ、2012年7月にプロデビュー。2016年1月15日、RNK スプリトに、半年間のレンタルで加入。しかし出番は、ほとんどなく、アラベ・ウニドに復帰した。 2017年1月23日、リーガでアセンソのカフェタレロスでタパチュラにレンタル移籍。12月26日、カフェタレロスに完全移籍した上で2018年7月までクラブティフアナにレンタル移籍することが発表された。2018年7月18日、レアルオビエドにレンタル移籍。2019年8月9日、レンタル期間が1年を延長された。 2020年10月5日、ジローナイフ C に、レンタル移籍。2014年8月6日のペリュー戦で代表デビュー。2015年7月、U-23 代表の一員として2015年、パンアメリカン競技大会に参加した。2017年は1月にコパセントロアメリカーナ、7月にコンカカーフゴールドカップに参加した。 2018年5月、2018FIFA ワールドカップ参加メンバーに選出され、グループステージ全3試合に出場した。ありがとうございます。